はい、どうも、田中です。今日はあの、ビーズの、えー、お二人がですね、イベントを、ユナイトというイベント、えー、ミスターチルドレンと、えー、グレイを招いて対バン形式でライブをするというイベントをですね、まあ、開催している途中なんですけども、まあ、今日は初日は終わったということで、もうビーズのお二人に、まず、物、えー、申したいことがありまして、どんどんこういうイベントをですね、 あの、有名な方、影響力を持った方々が、こういうイベントをどんどん有観客でやってほしいなっていうふうに僕は思ってます。で、なんでそういうふうに思うかっょっうと、まあ僕自身がもう、こうライブバーとか、ライブハウスとかで、まあライブをして、えー、いたと、もう過去系なのか、まあや、あの、今後はやりますけど、えー、そういう人で、最初にコロナが出た時に、やり玉にあげられたのがライブハウスだって、 で、ライブをする人も、だからライブをするのがもう悪みたいになってて。で、ライブに行く人も職場からライブに行っちゃダメみたいな感じになってて。もうあの、そのライブハウス、ライブバーで育ってきた人たち、もちろん、ビーズのお二人も、ミスターチルドレもグレイも、みんなライブハウスからスタートしたわけですよ。そのライブハウス、ライブバーが、今もう、危機的な状況も、 超えちゃって、どんどん潰れてってる流れ、ライブに、ライブをすることが悪。ライブが行くのが悪。みたいなところで、こう、有名の方々がですね、ライブを有観客でやってくれるっていう、この、でかさよ。着ちでかい。で、自分自身も、え、まあ今年か来年になるかもわかんないけど、え、ツアーを組もうと思っている中で、すごく組みにくい状況で、 やっぱりこう、お客さんに気をね、使わしたくないっていうところがあって。で、その中で、まあ、ライブをね、その有名じゃなくても、なりわいにしてて、それでご飯を食べてる人たちが、えー、いてですね。で、まあ、俺、俺の場合だけど、俺がね、いくらその、ライブに来てください。ライブってこうなんです。あんなんですって。そのライブハウス、ライブはとかって、すごいもう厳しく、 やってるわけよ、えー。住所書いてもらってもうそうだし、あの、感染対策っていうやつですね。もうたくさんすごいことやってて。で、その中でも、なかなかやっぱ、ね、えー、伝える、たくさんの人に伝える力がないわけだから、なんかもうそのライブハウス、ライブバー自体が、 もうやり玉にあげられてる状態で行くこと自体、ライブをすること自体がもうなんかダメみたいな。なんかそれを宣伝すらしちゃいけないみたいな話も聞きましたけど、普通に音楽ができない状態で。で、こういう力を持ったすごい人たちがやってくれると、僕らもすごく嬉しいわけです。はい。まあ中にはね、えー、売れてる音楽が嫌いだとかっていう人たちもいたりするんですけど、あの、ね、あの、 ビーズも、ミスターシルでーも、グレイの音楽にしてもそうですけど、まあ聞いたとやっぱもうさすがプロだなって、もうそ,そんなこと言,言,言うまでもないわけじゃないですか、話的には。うん。まあだから、まあそれはもう、その話は多いというてですね。えー、あのー、どんどんそういうイベントをやっていただいて、あのー、まず、ライブに、ライブをすること、ライブに行くことが、 感染になるんだ、みたいなことを、まず、えー、払拭していただきたいというか。うん。あのー、中にはね、その、ヒップホップのイベントで、えー、波物語がね、あのー、ほとんどその感染対策もせず、お酒も提供しながらって中で、結構その、ロックのイベントとか、フォークのイベント、まあライブハウスライブバーにしてもそうだけど、めちゃくちゃきっちりしてるのにみんな真面目な人ばっかだから、 うん、来たところで、そうなかなか感染するもんでもないし、というか、えー、今回のこのユナイトに関しても、すごく厳密に、えー、かなり厳しくですね、もう、それ自由なのっていうぐらい、それ大そ,それ自由っているのっていうぐらいの感じの厳しい対策をとって、今回、えー、収容人数も5000人に絞って、 関西、開催されたみたいなんですけど。それぐらい、えー、まあ、ロックだとかフォークミュージシャンっていうのは、えー、まあ、真面目な人が多いんですよね。だから、俺が、俺がさ、いくら、その、それを言ったところで、誰にも伝わらないでしょ。誰も伝えられる力がないから、かまあ、悲しいからね。だから、こういう有名な人たちに、これからもどんどんやってほしいと思うし、逆に言うと、あれだけ、 すごい人たちが、あの、まあ、ビーズのお二人がね、今回やるっていう決断を下したことって、やっぱすごいことだと思うのよ。これで何かあってはいけないわけだからね。言え、言ってしまえば。だから俺からしたらやっぱ、もう、光でしかないわ。うん。光の人たちでしかないなと思って。だこれ、あの、まあ、まあ、ここ続いていますけどね。えー、なんとかね、その、 音楽が復興する、ライブシーンが復興するという形を、ぜひとも、あの、有名な方たちにですね、このビーズのお二人だけじゃなくて、あの、有名な人、ミュージシャンたちにやってほしいなって、音楽を途絶えさせたくないなと、ライブハウス、ライブバーを途絶えさせたくないよねって、もう言ったら、そこから、スタートなみんなわけで、で、そこを今も大事にしてるじゃなでしょたくさんいて。 そういうことができるのは有名な人たちしか無理だと思うんでね。これがもぜひやってほしいなというふうに思いました。はい。ありがとうございました。ただごめんな